三人組、ナンバーアイ、ナイロンジャパン表紙で、縦読み、メッセージにファン感激。ナイロンジャパンファッション誌の最新号で、人気グループ、ナンバーアイ、が表紙を飾ることが発表され、ファンたちを喜ばせています。この魅力的な瞬間について詳しく掘り下げてみましょう。 日本のファッション界において、ナイロンジャパンファッション誌は長らく洗練されたスタイルとカルチャーの発信地として知られてきました。そのナイロンジャパンが注目の音楽グループ、ナンバーアイによる初の表紙を発表したことがファンとメディアの注目を浴びています。一体、この発表はどのような反応を呼んでいるのでしょうかナンバーアイとは、 ナンバーアイは、平野史洋、神宮寺裕太、岸裕太の3人からなる男性音楽グループで、飛べに所属しています。彼らはその個性的な音楽スタイルと魅力的なビジュアルで、日本国内外で数々のファンを魅了してきました。今回のナイロンジャパンの表紙での登場は、ファッション界と音楽界のクロスオーバーとして大きな注目を浴びています。 ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙。ナイロンジャパンは自身の公式ホームページと旧ツイッターでナンバーアイが15日に発売されるグローブルイシュー04の表紙に登場することを発表しました。 ファッション誌の表紙に登場することはアーティストやモデルにとって一つの栄誉であり、その表紙が公開されるとファンは何が掲載されるのか興味津々になります。ファンからの反応縦読み、メッセージ。ナイロンジャパンは表紙予告の際に特別なメッセージをファンに届けました。しかしながら、そのメッセージは通常の横書きではなく縦に書かれていました。 このスタイルは、縦読み、として知られ、ファンたちに大きな感銘を与えました。ナイロンジャパンが公式ツイッターで発表したメッセージは、表紙解禁。1115、イッションジャパンニロンジャパングローブルイシューにて平野市使神人宮寺児ユータ騎士ユンベナンバーアイ悪感の核力で W 表紙初登場、登場。というものでした。 このメッセージは通常の横書きで終わっておらず、その後に、さて、その内容は、お届けしたいことが多々あるのに今は文字数が、この詳細はウェブで3 6 p のラブレターを受け取って、と縦に続いていました。この縦読み、メッセージはファンたちにとって驚きと感動の要素となりました。その不自然な開業や、 通常の文章とは異なるスタイルがファンたちに縦読み今回もやってくれたんだ。またしても縦読みなくナイロンの縦読みはいつも愛、縦読みが最高、なの胸熱すぎる、といった感想を引き出しました。このようなファンの熱狂的な反応はナンバー愛の魅力とナイロンジャパンのユニークなアプローチがそう待って注目度を高めています。ナイロンジャパンとアーティストのコラボレーション。 ナイロンジャパンはアーティストやモデルとのコラボレーションを通じてファッション界に新たな刺激を提供してきました。平野市洋26は昨年11月にキングプリンスからの脱退を発表し、その後ナイロンジャパンの表紙に登場しました。この際、ナイロンジャパンは頑張れというメッセージを縦読みスタイルで送り、アーティストを励ましました。 このようなコラボレーションは、ナイロンジャパンがアーティストたちと共に新しいクリエイティブなアイデアを実現し、ファッション界において一石を投じる機会となっています。SNS の反応とトレンド入り、ナイロンジャパンが、ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙予告を発表した際、それが SNS 上で大きな話題となり、トレンド入りを果たしました。 ファンたちの熱狂的な反応は SNS 上で多くの共感を呼び、グループの人気とナイロンジャパンの存在感をより一層際立たせました。ナンバーアイのナイロンジャパン表紙登場は、彼らのファンたちにとっては胸が熱くなるような驚きと感動の瞬間でした。 ナイロンジャパンの縦読みメッセージによってファンたちとの絆が一層深まり、グループの魅力がより広く知られることとなりました。今後もナイロンジャパンとナンバーアイのコラボレーションには、さらなる注目が集まることが予想されます。